そうですね。はい、こんにちは、ライフスキル教育講演家のミスターおかっちです。YouTube を再始動しようかなと思って、今日はマイクの前に、マイクじゃなくてカメラの前に立っております。はい、ということで今マイクを右で持つのか左で持つのかっていうのもちょっとまだね定まってないんですけど、もう定まってからやってたらもう遅いということで、まあ、とにかくもうやってしまおうということなんですよ。半年ぐらいまでちょっと YouTube を頑張ろうと思って、だいたい一つの動画で1週間ぐらいかけて一生懸命作ってたんですけど、まあ、それで良かったんですよ。良かったんだけど、ものすごいやっぱ時間かかるんですよね。時間かかるし、その思いっきり一生懸命やって時間かけた作品に対して全然コメントとかつかなかったり、いいねつかなかったり、視聴者数がつかなかったりすると、ちょっとへこんでてしまったことがあったので、ちょっと YouTube お休みしてたんですよ。お休みしてたんですけど、あれじゃないですか、今3月15日日曜日ということなんで、今コロナショック真っ最中なんですよね。でおかっち、ものすごく時間が空いてしまって、じゃあどうするんだってなった時に、今までちょっと手が出せてなかった、ちょっとこう置きっぱなしになってた YouTube をもう一回やってみようかなと思って、再始動することに決めました。はい、でどういうテーマで発表しようかなとか、いや、どういうことをね配信しようかなっていうことを、まあ、ずっと考えてたんですけどね、やっぱそのこれを見てくれてる皆さんのお役に立てるような情報を、まあ、提供したいって思ってたんですけど、それを考えてたらちょっとね、頭パーンってなってしまったんで、もう一旦忘れます。もちろんそういうお話もするんですけど、今この時期は僕自身が本当に話したいなと思うこと、本当に伝えたいなと思うことを、トピックに書いて、発信したいなと思ってます。で、あのね、ホワイトボードに書いてあるんですよ、ね、今日1回の話でね全部こう話すわけじゃないと思うんですけど、まあ、こんな風に書いて、もうカメラの前に立って、僕は一体何を話したいんだっていうことを、その場で書いて発信していくというスタイルでやっていきたいなと思います。で、まあ、ある程度ね、自分がこういうテーマで話したいっていうテーマが決まったら、もうそのテーマでやっていこうかなと思ってるんですよ。だからいわゆるね、なんていうかね、作品というかアートというか、まあ、完成ではないんだけど、僕の内側から湧いてくるものそのものを放出したっていう感じなんで、多分見ている方のお役に立てるっていう、まあ、自信はないんですけれども、なんかね、暇つぶしになったり、時間つぶしになったり、あとはね、なんかこう、あんな生き方もあるんやなとか、あんな発信方法もあるんやな、みたいな、なんかそういう一つのね、なんか人生を考える一つのきっかけになったら、まあ、それはそれでいいかなと思ってます。こんな感じで、YouTube 再始動、ミスターおかっちです。これからもよろしくお願いします。こんな感じでいいかな。バイバーイ。